はい、ちょっと遅れちゃいましたが、声は聞こえますでしょうか。あ、大丈夫ですかね。はい、ちょっと、はい、10分少々遅れてしまって申し訳ないんですが、風邪はというか、まあ、なんか喉の調子が一生悪くて、あんまりまだ微妙な感じですが、とりあえず今日はですね、M ダッシュの組手ということで、はい、まあやっていこうと思うんですが、まあ、M ダッシュもう来てるんでね、とりあえず、任務完了。いや、歌は歌ってないんですけども、まあ、風を弾いて、まあ、一回治ったんですけど、なんか、すごい盛り上がってるんです。まあ、まだ喉の調子が良くならないということで、それではとりあえずちょっと待ってくださいね。はい、まあ、ちょっと今 M ダッシュがですね、あのサードで健三さんに揉まれてるんで、ちょっとそれが終わったら、まあ、30分ぐらいから始めようと思うんですけど、あ、初参加の方というか初見の方かな、放送は。 ありがとうございます。まあ、今日は M ダッシュ組でということでやっていきます。あ、ユースロック側は、今日はしてます。してるよね、ちょっと確認を。あ、OK ですね、今日はしてます。はい、あ、ありがとうございます。あ、はいはいはい、そうですね、大会はあれかな、もうなんか、なんだ何語かよくわかんないけど。あ、で、M ダスさん始めますか。じゃあちょっと三つ星さんちょっと午前渡すんで、その台をちょっと M ダッシュ専用台にさせていただきます。はい、真ん中ですね。はい、あ、じゃあ午前、はい、ちょっと待ってください。はい、とりあえず、はい、そろそろ、じゃあ M ダッシュさんやりますか。というわけで、まあ、今日はまだちょっと人が少ないので、組手の途中で干される可能性があるんですけど、 M ダッシュさんが。さあ、 M ダッシュ組手でスタートします。とりあえず、はい、というわけで初戦は、まずはコンピューター戦でね、鳴らしていくっていうか、
小津さんもなんかマスクしてるけど、いつも小津さんはなんか風邪っていうより予防でマスクしてる感じかなっていう感じですが、まあさあ空気を読んでくれまして、まず初戦はラブリーさん、今日はあと他に来てるのは、まあ、今配信台で映ってる 1PM ダッシュで 2P ラブリーさんで、隣の台で三つ星さんとモアさんで、あと Q さんとナルトさん、あと元くんかな、 KOF プレイヤーは。さあ皆さん、まあなんか150円あれば十分って言ってたからな、今日一日。まあ開幕からガチキャラで行ってますね。まあ今日はいつも雑談が9割ぐらいなんで、まあ試合の方をね、さすがに組み手ということで、ちょっと試合の方を多めに見ていこうと思います。さあ、これもまあチャンスがあれば入りますけど、まあ俺が勝てる確率は多分 5% ぐらいですね。おそらく。まあそうですね、俺雑談というかやっぱり俺話があんまりネタが豊富とかそういう喋りが上手いとかないんでね、適当に喋った方がまだ喋りやすいんですけど。あ、サードステージ150円、まあ確かに、まあこの組手に関してはですね、おそらくまあ今日は相当な出費を抑えると意気込んでおりましたので、オパ3回来はまあそうなんですけど、まあ今日はまあどうなるか分かんないですね。いや、おそらく一番その万人にというか一番強さを発揮するのが M ダッシュだと思うんで、一番の勝率を叩き出すんじゃないかとは思います。プロは、キャプさんに勝ち越したからあ、なんか3回ぐらいやってあれ2回やったんだっけ、3回やって、まあ昔なんかありましたね。あ、お疲れ、あれ、あ、そうだっけ、あ、ご賞さん来た、ご賞さんが、これはかなり熱い試合が見られそうですね。あ、そっか、デルシもいたわ、奥に。さあ、今日は、はい、ご先生いますね。さあ、まあ、というわけで、M ダッシュ組でお送りしております。確かに量を使ってください、もうリクエストも来てますからね。さあと言ってる間にネガまたなんか試合の方全然見てなかったけど、 M ラッシュが勝って2番手が Q さん、プロは5色見ても勝ち越しだね、勝ち越しっていうのかな、まあなんか何回かやってたまたまみたいな感じでしたけどね。さあ、よく9号の Q さんと間違われる02の Q さん、あ、まあ勝ち逃げですね。さあ開幕、この組み合わせです、まあ、相当きなこは近づくのがきついんですけど、近づいちゃえばみたいなのはあるんですけど、それまでがやっぱ大変ですね。だけどまあけど M ラッシュに、うん、どうだろう、150円で済むとは俺は思えないんだけど、どうなるかな、まあ楽しみなところではありますね。ご先生のラフとリョウ楽しみすぎて話し出そう。まあひなこきついですね、きついけど
まあなんかそういうキャラじゃない部分があるんで、ひなこはなんか理不尽な爆発力というか、まあ、それが神合場みたいなところではあるんですが、相手が M ダシということで、まあ、相当肺の穴を通すような、まあ、相当厳しいとは思います。まあ、まあ皆さんかなり試合の方皆さん楽しみだと思うんですけど、まあ皆さんもなんか立ち回りがもうすごすぎて、まあ動画に関してはアイステージ的な部分もあります。さあ危なげなく Q さんも暮らして、さあここでモアさん、まあ、モアさんもだいぶキャラが結構まあなんていうか特殊というか、あれ K ダッシュが入ってる。特殊って言ってたんだけど、特殊って聞いたんですけど。ヤゴテン使ったら終わりや、やばいね。まあ今日まあ、組手ってことですけど、まあ、コンセプトマッチみたいなのはやるのかな、まあ、それは M ダッシュがやるって言えばやりますけどみたいな感じで。さあモアさん K ダッシュは非常に珍しい VS では。はい、今日は郵送録画してます、しっかり。あと今日、もしかしたら紅白戦と別に96前やった大会の動画を上げるかもしれません、余裕があれば。モンさんの蹴出し初めて見た。いや俺も初めてぐらいの勢いですね、確かに。さあまずクズリュウからスーリアが入って、これは結構このモンさんが倒切ればかなり状況的にはボブに戻ってるけど、94組で94組で、でも多分いや永久刺さると終わっちゃうんで150じゃ多分済まないと思いますね。さあこれはかなりいい状況、モアさんにとってはいい状況なんじゃないでしょうか。かなり試合はいい勝負、いきなりあるか。さあモアさんは結構動きもなんか独特というか、すごい自分は戦いづらいんで、結構その普通に強キャラで全キャラ固めてる人よりも M ダッシュはちょっとやりづらいかもしれないですね。9495動画 ありがとうございます。まあ、95は負けちゃいましたけど、94はまあ A 級の力でね。ゼロ2組手は組手にならないと思うんですよね、申し訳ないんですけど。カラオケ組手ももちろん厳しいです。組手ってよく分かんないですね。さあと言ってる間にちょっとモアさんがピンチになっている。チェストが入って奥攻めはしっかりガードしている。あーちょっとミスったか。そしてなんとか端から逃がさない。うわあそこで空中ミニッツを打つ。さあ飛びをうまく通し残り0ドット、残り0ドットか、厳しいな。エムさんのガチメンツももちろん見たいですが、もし負けたらいろんなキャラ見てみたい。いろんなキャラ、 M ダッシュのいろんなキャラ、あと誰だろう。 M ダッシュがよくあと他に使うのは、キングとかベニマルとか、あと誰だろうな。
あー、アンディ、セス。あー、確かにセスも最近使ってますね。うん、俺はどんなキャラ使っても多分きついですね。さあ、直樹さんはいつ行くんですか。あ、そもそも綾鷹さんも来て、はい、今日はM ダッシュ組手を行っております。今まあ始まったばかりですね。で、気づいたら大御所先生が 2P に。開幕から熱い。あ、草薙とかハイデルとかもまあ使いますね、 M ダッシュは。さあ、ジョン対クーラーも結構きついんじゃないかな、ジョン側が。はい、徐々に体力を奪われていく。さあ、ゼロゲージでこれの状況はもう絶望的じゃないか。はい、どうもこんばんはです。今来た方ですかね。まあ、今 M ダッシュ組でスタートしたばっかですので、さあ、今 1P M ダッシュが固定で今日は座ってます。で、今 2P に大御所。さあ、この状況は非常に苦しい。さあ、あとリョウというキャラも、まあ、3盾できるキャラかって言われるとちょっとそれも苦しいところではありますね。さあ、ここは1点読みのガキャン前転。ここは殺しておきたい。めくりからしゃがみ強化前へ。さあ、次に出てくるのも K ダッシュ。ゼロゲージで K ダッシュをやらせるのも非常にきつい。今日は、すごく強いハイデルの使いの今日は来てますね。多分来てます。多分それっぽい人が来てます。カメラに映らないようにコメントを覗き込んでる人がいますけど、多分この人がハイデル使いだと思います。あ、けどこっちのカメラにバッチリ映ってたわ。うますぎる。ここはこのまま勝てれば、おっと前ビーを受ける。さあ、ここを放して最後は前ビー食らってしまうものの、なんとかつなぐ。相変わらず状況は苦しいが、なんとか持ちこたえている大御所。さあ、これはさすがにと言わざるを得ない。さあ、なんとか一撃たまるが襲いかかるモンスター。一撃払わせるが前へ確認から、厳しい。まあ、あの状況から対処までいけたっていうのがもう俺からしたらもうありえないんですけど、両差がですからね。しかもさあ、ここで出てくるのは、まあ、このキャラを見ればお分かりでしょう。おそらくすごく強いハイデルの使いの人です。割と強いノハイデル。
さあ直樹さんもこの3キャラ変わってますんで、普通のまあ軽ダッシュ同キャラとかの人よりは M ダッシュは多分やりづらいはず。さあしかし相当冷たいこの立ち回り、投げ暴れしている。さああっという間に3ゲージ溜まって、さあちょっと距離を間違えたが、おとがめはないが勝利をバラして、さあ投げ、さあ硬すぎるこの立ち回り、中段もガード。最近そうですね、ハイジの使いが非常に多いんで、もう誰が誰だか。さあ続いてジョンですが、先ほども大御先生が相当苦しめられたこの組み合わせですが、あの投げ外すかすごいな。さあリレーでスピン、さあ相当困っているベルフシンが、ホントこうしてみるとジョン何すればいいんだろうって感じに見えてきちゃいますね。はい、阿長で1回だけ直樹さんと、ああってことは関西圏の人かな。あ強いですね直樹さん、しかしおそらくそれ以上に強い M ダッシュ、恐ろしい男。もう組手は、はい、始まってます。まだそんな、まあ、20分ぐらいですかね経ってますけど、ジェヌシンはナルトさんかローソンさん、ローソンさん、あはいはい、関西の方ということでね。さあしかし数々のこの逆境を乗り越えてきたデルンシのデルン、冷たすぎる、本当に硬いな。さあ普通相手にやることない感じしますよね、なんかうますぎる。KOF ではありえないようなところを確認してますからね、恐ろしい本当に。俺はちなみに直樹ちゃんとやっても多分相当負け越しますからね。もう M ダッシュやったらもう俺はもう溶けちゃいますから完全に。だクーラージョンやっぱきつい、きつそうに見えてしょうがないんだけど、きつくないの？え、いい勝負？あ、そうなの？あ、まあゲージないとね、まあさすがにきついだろうけど、ジョン側に2本あればまあ R 級つかないぐらいのいい勝負になると。あれと言ってる間にこれは今座っているのは三ツ星さんですね。 2P さあこのままなんとか三ツ星さんに頑張ってほしいところ、 M ダッシュのお金を減らしてほしい。さあフォアガーキャン、さあちょっと張り切りすぎたか、
ここは殺しておく。あら、あ、お疲れ様です。ゼチオさん、フミさん、ヒロトさん、おー、マザグチさんも、なんか今日はやっぱり眠らしくみたいということで、人も早い時間から多くの方が来てくださってますね。はい、はい、かすみとひなこはカットスタイル暴力ですね、本当に。まあ、ケラシもまあ戦い方によっては暴力な感じがしますね、確かに。さあレチオさん、どんだけ人気あんだこれ。さあ試合の方は三つ星さんがリーチがかかっているが、ここはなんとかダメージを奪っておきたいが、お互いフルの状態で対照戦。これは嫌な予感がしなくもない。しかし霞なら全然勝負にはなる。レチオさん超人気あるんだけど、やばい。さあ、あー、逃げられない。これは発動からさすがに苦しい。まああれはもうしょうがないですね。もうどんなキャラでもあれ食らうと終わりなんでね。そうですね、ケラシは結構繊細というか、やることがやっぱり多いんでね、なかなか難しいとは思います。すごいですねこれは。今座っているのはナルトさんですね。はい、あ、バーサスね、まあ機会があればぜひ月曜水曜がおすすめです。はい、ナルトさんはなんだっけ、ハイデルン王だっけ、王様だっけ、ハイデルン面面めって、この、え、この面ハイエルン面わかんないけど、さあ、どうしようかな。ナオキさんちょっとゼロ人をね、ちょっともう一回入れたいんですよ、この人数なんでね。はい、変わりました。あ、どうなってんだ。ナルトさんの怪我者がクーラー倒したのかな。え、やろうって、俺やらないよそれ。あ、今食感はちょっと、5分程度の仕事が入ったので、代わりにつなぎと一緒なんですが、変なし、どうした。あ、ここは背面取られたところを昇竜拳で切り返す。ゲージもあったので一応ガードされても大丈夫。さあ、ナルトさんは入る。
コンブリンガするが、エムナッシュは勘がいいので本当によくコンブリンガはジャンプしている。ここはしっかり溜めていた。ドジャンテール乗っかるが、甘えたクロスタッターに上からコンボ。あーよく見てる、あの昇段ペイを昇竜で引きつけるのはかなり難しい。さすがといったところ。あーちょっとコメント全く見てませんが、あーもう M ダッシュ、さすがにここまで来ると余裕が出てくる。あー残り15秒、入れる。あー2ドット、 K ダッシュ、コンボ食らわないと死なない。ここでこれが時間が足りるか、最後の勝負。さあここはしゃがんでいた。M ダッシュの勝利。さあこれ M ダッシュまだ負けてない、まだ負けてない。さあ M 組み手、しっかりと M 組み手になってる。さあさっき私入ったんですが3立てされてかなりへこんでおります。あ続いて入るのはモアさん。モアさんが遊んでる場合じゃないってどういうことですか。モアさんメイリークーラー対メイリーの、さああえてあボーナスゲームを与えてしまった。これはメイリーが全然ゲージを貯めてないのでビッグボーナスとなる可能性が高い。さあ裏ローバーも何本体力を減らされている。さあ画面端、あーこの TC2 段が好転したところに当たる。ここはスクリーム勝利が出なかったか。大将タクマのみ残された。モアさんここから巻き返せるか。しかし甘えた飛びに勝利。ここで貢献が当たる。画面端付近に追い詰める。しかしなかなか M ダッシュも押し返してくる。ジャンディヌッドバーサガディはガードしていた。スパイスはしない。あーっと前へ使ったところに TC をねじ込んでいく。削ってるこの人。あーなんかしゃがんでるし。さあ私の相方 M ダッシュいい仕上がりだ。これは安心だな。さあ続いてそれは Q さん。デチオさんが人気高いけど、デチオさんは M ダッシュには入らず隣の台のヒロト君に入っている。M ダッシュ今のところ危なげない試合ばかり。ここでクラークがジャンプブッドをかぶせる。さあバイツがなんかカウンターしてたためガトリングを追加でしようとしたのが漏れたところにフルコン。ここではいはいはいと画面端。
目指すのは本当に野郎しか喋らないのということですが、まあ目指しが発する言葉の 60% ぐらいは野郎から始まるんで、ね、おはようございますと野郎みたいなもんで、最初の挨拶が野郎なんで、あ今デルン島の期待の星です。ハイデルンメイさんが今横にいらっしゃいますが、まあ、デルン島今ね4人ぐらいいるんで、ハイデルン島はこれからもどんどん増えていくと思うんですが、まあ、関西にね結構ハイデルン使ってた人が結構多いと思うんで、マヨラさん確かに、でもマヨラさん多分俺より強いっぽいからマヨラさんは俺より強いっぽいんで、ちょっとあれはハイデルン使わないでくださいと根回しするしかないですね。すごく強いハイデルン使いの方はなんか、まあ、なかなか表には出てこないんですけどね、あれはなんか動画の中にさまよってる人物なんで、たまにしか見れない。だけど動画の中だと、あ、動画撮ってるってことでコンボができないんですよね、あの人。マヨラさん最近全然ゲーセンで見ない、関西の方ですね。さあ M ダッシュここで Q さんをサンタで、そして続いて入るはヨミラブさん、さあ食さんはどこで仕事をしてるんだ今。食さんの姿が見当たらないが、おそらくトイレでサボっているすごく強い、はい、もうすごく強いハイデルン使いって、これもう面倒くさいでしょ打つのあいいとか言いますかって、あめちゃめちゃ言いますよ、あいいとふざけんなしか言わないですよ対戦中、ふざけんなあいいこいつばっかです、許せねえも言います、ぶっ殺すも言います。さあ、ヨミラブさんのクーラーが、M ダッシュのクーラーを押している。さあ、残り8秒。ここら辺から、M ダッシュプレッシャーが出るが、さすがに、ここまで来れば、あーっと、やってしまったが、危ない。M ダッシュは、最良の選択肢、ダイバー前昇竜で1万円最速でヘルコンボを選択したが、それでも時間内に収まらなかった。なんとか、ヨミラブさんの勝利。デサマ人気だな、ほんとデサマデサマってコメントがある。デサマ超真面目にゲームやってっけど、あーなぜかちょっと目を離してる隙に、なんかクーラーが画面端で背面になってて、上からジャンプシーが置いてあったんだけど、どういう状況だったんだろうこのフードかぶった方は、これあれです、ナルトさんです。またの名をハイデルンメイさん、ナルトさん真面目にやったんですかってどういうこと、ハイデルンがいたから、あーあ確かに、ナルトさんハイデルンでネームレス戦どういける、まだ分かんないマジか、なるほどね、まあそれも分かる気がするよな、ネームレスオーケーだもんね、結構ちょっとまあ位置あるけどクソゲーになりやすい感じがあるから、ハイデルンネームレスはクソゲーにはならないよね、読み合いがポイントポイントの読み合いがすごいあるから面白いんだよね。マイクもう一本あります、ナルトさんにも喋ってもらおう、
さあナルト君にマイクを渡す。さあナルト君と言いましたが、ナルトさん私より年上です。一つだけだけど、一つだけだけど最近もう僕とナルトさんは週4は合ってますよ。週4は週4合ってるよね。全然住んでるとこ違うのに。エルシにいじめられてます。いや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 、いじめてない。俺がいじめられてたから。いつももうハイデルネームレスやりたくないぐらいまで行っちゃってます。違うでしょ、ハイデルネームレスもそうだけど、あれでしょ、この前のカスメゲーだし、交互対決が結構ナルトさんにずっしり来てたよね。直樹さんは多分そのうち本キャラがゲーダーした時になる。この前デジオさんともやって、デジオさんにも俺カスメゲーダッシュ入ってるのが強いんだけどって言われて、そう俺もポッキーとかやるより直樹さんのカスメとやる方が先輩やだ。いやでもゲーダッシュカスメはキャラ対してるのが4キャラしかいないんで、ゲーダッシュカスメ、クーラー、ネームレスしかわからないんで、キャラ対がまだ変なキャラ来たら、変なキャラ来たらもうすぐ負けちゃいそうだ。すぐ負けちゃうんで。ナルトさんは直木党なんですか。直木党なんですか。まあハイデルン党なんですかということですね。直木党ですよ俺は。またまた俺は直木さんのハイデルンを見てハイデルンが使いたくなって使ってますから使ってるということなんで、ナルトさんは直木党です。あれ誰、あ、ヨミラブさん勝った。勝った、ヨミラブさん50円失った。最悪だ俺、なんで M ダッシュが負けてる時に見てねえんだ。確かに。さあちょっと見てなかったですが、 M ダッシュはまず1杯目勝ったのはヨミラブさん。エサマとキャラを勘違いしてますね。あ、まあそうですね、エサマは黒いカラーなんで、ヨミラブさんのカラーはまあクーラがこの色だったら間違いないんです、間違いないんですが、このゲーム同キャラと草薙同キャラが一番楽しくないですか。クーラ同キャラと草薙同キャラ、どうなん、どうなん。あ、でも K ダッシュ同キャラは絶対楽しい部類だよね。あれ K ダッシュ同キャラは楽しいけど、クーラ同キャラは分かんないけど、クーラ同キャラもどうなんだろうね。でもなんか一回勝てなくて、クーラーに どうやったら勝てんだろうと思って、クーラーぶつけて競売値打って、あ、エンジンわざと打って競売値打たして一生こっちも競売値打って、うん、こうやって地道にダメージ減らす、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 減らす。クーラー同キャラはまあでもお互い差し合いが強いからお互い苦労するけど、まあクソゲーにはならないのかな。突っ込むタイプじゃないんで2人とも。カスミ同キャラはちょっとクソゲーになりやすい感じはあると思うんですが、そうだね、草薙同キャラは俺クソゲーだと思うんですけどね。草薙同キャラもクーラー同キャラも結局なんか恐竜反応がいい方がやっぱあ、まあ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 そうですね、やっぱ勝ちやすい感じもするけど、俺オリジナル強とオリジナル強の対決は本当クソゲーだと思うんだけど、あれ、あ、オリ強対オリ強、うん、オリ強対オリ強って何するんだろう。いやもうなんか近かったら禁止こすって、ちょっと離れたら ND こすって、もっと離れたらレッドキックぶっ放して、お互いレッドキックそう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 、先に出してる方が勝ったみたいな。そうそう、早すぎてもう反応できるレベルじゃないものばっかだからそれをお互い狙ってるから、もう噛み合っちゃった方が勝つみたいな。確かになんか面白いのか分かんない近づかないと話にならないのに、近づいたら見えない行動ばっかだから二人とも。確かにちょっと攻めたがり同士だとそうなりますよね。ああ、遠距離の差し合いがちょっと俺は分からないんであれなんですか。 MP とか使ってその位置がすごい多分鍵になると思うんですか。まあ、ハイデルン同キャラも結構クソゲーっぽいっすよ。 あれも昨日 YD さんと結構やったけど全然よくわかんないで、でも勝てるとき勝っちゃうから、そうそうそう、なおさらわかんなくなっちゃう。なんか最終的にクロスカッターを綺麗に飛んでた方が勝ってるイメージが
やっぱそこなのかな、強気にブースラに落とされてもいいからっていう大ジャンプを落とした方が勝ってる。ブースラにビビってちゃハイデルは倒せないっぽいんで、一番ひどいのは裏ロバ同キャラ。あ、確かに、あー、確かに、まあ、さあ同キャラ以前の問題だと思うけど裏ロバは同キャラ以前にってこと、うん、なんか同キャラで、まあ、裏ロバ使いに申し訳ないんでそこから先は言えませんが言えないけど、うん、まあでも、すごい上手い裏ロバもいっぱいいるからね。そうですね、うん、考えてる裏ロバと荒らしてる裏ロバが、あ、裏ロバ同士の仕方とかもうカオスだろうね。あ、なんか先に出した方が負けるらしいからね。だからたまにさ、連部と連部がさ、お互い一瞬で相打ちになってさ、また連部出してみたいな連部出せなかった方がかさ当たりで負けるみたいなたまに見るあれ、好転できた方が勝ち。あー、連部で相打ちになって違うでしょ、サマーでしょ、サボ。ああ、両方疲れるんですね。え、駒投げをああいう両方相打ちになって後転したら、え、逃げれるんだ。へえ、3段目が当たらない。おお、じゃあ後転しながらサマー仕込んどけばいいのか。ため間に合いますよ、ハイデルで試したんで後転から。まあ、はい、クズリュウでも、クズリュウはもったいないです、安いから。後ろの人誰っす、モアさんです、モアさん。もうちょっと今いなくなっちゃってますけど。さあ、食さんは何をしてるんだ、ちょっと見てきます、ね、はい、ちょっと待ってて。まあ試合の方は Q さんですね。直樹さん後ろの人誰、あ、さっきモアさんがいたやつですね。今のうちにデレンシンの秘密を、デレンシンがいないうちに、なんだろう、あー、デレンシン戻ってきちゃったけど、あんま秘密ない人だからね、すごいオープンな人だから。徳さん、仕事です。いや、まあちょっとやりたい、まだ。あ、いいですよ、ナオさんもやりたいときはもういつでも行って、直さんに全てを任せます。はい、はい、今ちょっと俺離れてて見てなかったんですけど、あ、誰が倒したの。おー、すごい、はい、とりあえず今すごいね、ヨミラブさんが M ダッシュを倒したと。あー、まあ中はちょっと熱いかな、バーサスは。あれ、大パン先生早いね。あ、なんか風というかあれですね、まあなんか喉がずっと痛くて、なんか寝て起きると痛くなってて、でまあ日中とかは徐々に良くなっていくんですけど、また寝て起きて悪化するっていう、なんかループコンボを食らってる感じですね。でまあとりあえず今はモアさんが、M ダッシュと戦ってます。はい、モアさんが一応本気キャラかな、これが。あー、同じ、なんかそんな感じですよね。この時期結構喉痛くなるんですよね、乾燥してんのか分かんないですけど。
あ、喉がヒューヒュー言うぐらいだと相当大変ですね。あ、はいはい、食さん、ごそさんに紅白できたらもっと出てくださいとお伝えください。あ、大橋先生は基本水曜は忙しいから紅白はあんま出れないはずなんだけど、たまの休みで来てくれてる感じなんで、今あの、まあ、たまに来るぐらいが結構限界なんじゃないかなとは思いますけど、はい。はい、起きてホットココアとか温かいのを飲むと、あ、そうですね、温かいのいいですね。もう一応そうですね、加湿器と喉スプレーと喉飴を舐めてるんですけど、なかなか改善されなくて大変ですね、この時期は。そうですね、ご先生は多分仕事が忙しいはずです。あー、乾燥ですよね多分、はい。一応加湿器つけてるんですけどね。と言ってる間に、やはりこのまずクーラーを先鋒戦でなんとか倒さないと相当苦しいんですよね、村下相手は。さあ、この組み合わせも、状況がゲージ量とか一緒だとやっぱり K ダッシュに若干分がありますね。あ、どうもです、今日は M ダッシュ組み手ということで今やっております。7時、15分ぐらいから始まって、まあ今1時間やってないぐらいか、1時間ぐらいか、うまっ。ですが今 M ダッシュがいっぱいしかしてません。はい、歌詞ではないですが、まあ喉はそうですね、大事にしないといけません。あれ、直樹さんは M ダッシュやってんじゃないの、 M ダッシュやるんじゃないの。あー、プリさん最近は、まあ、来たり来なかったりですね、まあ、以前は毎回来てくださってたんですけど、まあ、忙しいのかな。さあ、続いて三つ星さん、さっきかなりギリギリの試合をしてましたけど、さあこれ厳しいな本当に。45分でいっぱいということは、あ、まあ当初、村下が言った150円はもうちょっと上回りそうな感じはしますけど、どうなんだろうね。まあ歌詞じゃないの、忙しさで言うのは出るには余裕か、確かに。はいはい、クリさんが M のことを一番してる、あ、そうなんか、まあそうなのかな、俺全然わかんないんだけど。食さんがキャラス使っててやりたくないキャラ、K ダッシュ使ってやりたくないキャラ誰だろう。え、何それは、何それは。あそうなの、 K ダッシュ使ってやりたくないキャラ誰だろう。あ、クーラーが苦手ですね、まあ、K ダッシュに限ったことじゃないけど。あー、フォクシーもちょっと嫌だね、愛に吹っ飛ばし引っ掛けられたり、なんか結構そのジャンプと吹っ飛ばしが噛み合ったりすることが多いんで。どう、誰だろう、誰だろうね。あ、シャンフェも嫌だ、シャンフェはなんか動きが速いからなんかすぐやっぱ基本系ダッシュは近づかれたくないから、
距離を取るんですけど、結構そのくっつかれやすいというか対処が非常に難しい感じがしますね。K で裏ロバきつい。あ、裏ロバはまあ結構いい勝負だと思うんですけど、俺はまあそんなやりたくない相手ではないかなっていう感じがしますけど。はい、デルンシン対あ、デルンシン映ってたんだ。なんかハイデルの真似をしてたって言ったけど、はい、さあ今日はまあもしかしたら M ダッシュはもうこのキャラ3キャラ固定かもしれない。かなりガチですね。言ってるのは1人かもしれんが、もはやデモで崩さんなのかいやまあなんかどっちでもいいんじゃないですかねっていう。さすがアンチ系だし、あーまあそうですね。あとフォクシーはちょっとやりたいですね。あとはまああんまりいないですけど、ウラシェルとかもちょっとアインが振りづらいから嫌だなっていう感じがしますけどね。あ、デルンシンふざけないで早くやってって言う前に今デルンシンが入ってますね。今、2P に座っているのはデルンシンです。キャラを珍しくなんか変えて K ダッシュ霞ハイデルン。はい、まあ、シャンフェはちょっとやりづらい感じしますね。 K ダッシュの金 A って詐欺重ねになってるよね。それあ相手キャラによるんじゃないかな。はい、消しは決まってないけど出れんのかなって感じするんだけど、あ、モッサン全然いいんだけどいや俺出れるかなっていう、その多分そのけど、まあいいけど俺がもしその忙しいろいろやることが多くて出れなかった場合に当日出れなかったっていうのは寒くない？あ、じゃあできたらやろう。あ、いや、俺は任せます。使いたいの使ってください。はい、というわけで、はい、デルンシェンが、お、かなりいい勝負。あれ、今ガードポイント取った方はどっちだ？ M ダッシュか。ウラロバはアインで動かせそうだな。まあなんか遠距離は結構いい読み合いなんですけど、あのアインシュートが、なんだっけ、恐竜撃剣で抜けてくるんですけど、その恐竜撃剣は、ナロースパイクだっけ、あ、ミニッツのその追加で抜けれるっていう。まあ若干やっぱり、ケラシュ有利な読み合いだと思うんで、若干やっぱケラシュ有利かな。今日配信台真ん中ですね。なんかちょっと位置が変わって真ん中に、なんて言えばいいんだろう、まあ、そのまま移動したっていうか持ってきた感じですかね、端っこの台を。だからかなり詳しいですね、真ん中が配信台っていうのが分かるっていうのは。ウィップはまだいける方かと。ああ K ダッシュにいいですかね。結構ウィップは蹴らしかないきついんじゃないかと個人的に思うんだけど、ウィップとあんまり対戦したことないから分かんないですけどね。ガンピぐらいしかウィップ使うのいないから。
あ、今ちょっと画面の方を見てなかったんで申し訳ないんですけど、空中ムーンザッシャー伝統の、さあさすがにきつい、まあ、IA でフィニッシュ。ファットの隣が配信台、あ、そうですね、まあ、その横になりましたね。いやー、ほんと強いな、切れそう。あれ、俺ここら辺に水置いてなかったっけ。はい、なんと今日は珍しくもうイレブンのトッププレイヤーの方が来てますね。ユーラシアさんが、皆さんが ご存知の、初期さんに重ねる質問ですが、クーラーに対してはどのキャラ当てますか。狙って当てるっていうのはあんまないんですけど、結局やるとしたらもう K ダッシュになっちゃうかな。当たるのは K ダッシュになることが多いんですけど、まあ俺の使ってるキャラだと、まあ K ダッシュか霞を当てるしかないんですけど、まあ霞は順番的にクーラーとあんまり当たりづらいんで、今当たってますけど、まあ、霞は大体大将に置くんで、使うときは、まあ、やっぱ K ダッシュをやらされるんですが、まあ、なんか難しいとこなんですけど、非常に、まあ、クーラーが苦手なんでね、俺は K ダッシュ対とかじゃなくて、まあ、なんとか K ダッシュでやるしかない感じですかね。水が行方不明なんですけど、あれ俺の水かな、まあいいか。デルンシーの後のデルンメ、あ、そうですね、今座っているのは 2P 座っているのはナルトさんですね。はい、イレブン銀が強いユウ様、あ、そうですね、 K ダッシュ入れますね。ガチキャラは、まあ、K ダッシュ霞、あとは適当です。まあこんだけ 0-2M 出て時間経っててまだ決まってないというか、あ、まあユリになることが多いですけど、そんな感じですね。とりあえず M ラスさんは今、100円目ですね。まあ、すなわち、1回しか負けておりません、まだ。配信台真ん中だとプレイヤー分かりやすくて、あ、そうですね、ちょっと分かりやすくなりましたね。はい、ちょっとは見やすくなったかな。はい、はい、K みたいに面白すぎてそっちのキャラってなかなかいない。確かにそうですね、 K は結構面白いですよね。まあ、やっぱやれること多くて強いキャラっていうのはなかなか動かしてて面白いですね。あー、これはちょっとミスる。あー、今のは完全に読まれていた感がある。個人的には K ダッシュは確かにかなり強いと強いけど、ソキャラではないと思うのでいい調整かなと思う。ああ、確かにそうですね。まあ個人的にはマイビーにキャンセルはできなくてよかったんじゃないかと思うんですけど、やっぱ立ち回りが超強いキャラなのにマイビーで、まあガンされたら、まあフルコンなんですけど、ガーフじゃないですか。まあ普通に考えて、まあそれはなくてもよかったかなと思うんですけど、基本的に、まあ、K ダッシュは、まあ、多分フリキャラはいないんじゃないですかね、おそらく。まあ、今日はキャプさんは多分来ないんじゃないかとは思います。はい、
裏のバーと K にかなりいけると思うんですが、あ、そうですね、あの K ラッシュにいけるキャラっていう意味ではかなりいい勝負だと思います。まあ、若干、まあ、K ラッシュが有利な気がしますけど、まあ、ほんとちょっとだけっぽいんでかなりいい勝負じゃないですかね。昨日グリーンが決めた後の立ち台キックは何のムーブなんだろう。立ち台キックは漏れたのかな、なんかあれかな、ガチャガチャしすぎて漏れたとか。で、今2ピース当てるのは Q さんですね。金 B、マイ B、やっぱ、うん、ケラシの前身は本当強すぎる気がするんだよな。キャプテンは月曜と金曜以外にゲーム行ってないかもしれないですね。水曜はまあ仕事になってるはずなんで。わあすごい、キシミニスと前身になくても十分最強キャラだと思う。まあそうですね、マイビーがあるせいで他の攻撃も食らいやすくなっちゃうし、まあ、そこがなんか何とも言えないですね。誰が1回目を倒したんですか。そうですね、ヨミラブさんが倒しました。はい、ありがとうございます。そしてこれはQさんが大将戦、これはワンチャンあるんじゃないか。なんとかフルコン決めたいところではありますが、それは M ダッシュも一緒。うますぎる、ああいうなんか、あ、出ない、しかし、まあいいえ。あれ狙ってんのかな、あれ狙ってる、あの吹っ飛ばしに狙ってない。いや意識してればさ、いやなんかそういうのあるじゃん M だし、なんか差し込み的なのがすごいよな、あれなんかもうね。ああ確かにそうだね、確かにそうだ、相模 B いらないよ。いやーすごいな、狙ってはいないみたいなんですが、ああいうなんか神がかった差し込みが多々あるんだよな、ね、M ダッシュは。まあクーラー本当嫌ですね、なかなか。けどもう結構、あ、なんて言えばいいんだろう、もう使いたくて結構練習したんですけど、結構難しいキャラで使われると強いけど使うとっていうね、まあかなり難しいですね、神経使うキャラだと思います、クーラーは。感覚プレーだけというか、まあけどまあ鬼のやり込みを見せてますからね、ムラシは。あ、そうそう、なんか M ダッシュがスマホもやり始めたっていう聞いたんだけど、うん、誰使ってんだろうね。稼働当初はクーラーそんな評価高くなかったですね、やっぱりそのゼロ2無印の時の印象が強くて弱体化しちゃったっていう印象がやっぱ強かったからじゃないですかね。いや結局みたいな感じで、
結局やってることはそんな変わってないよねっていう。あとはやっぱ弱小竜が強化されたからそれもあって見直された感じですかね。サクラ使ってんの。エムラスさん、スパフォー誰使ってるんですか。あ、なんかサクラも使ってると。あとサガット使ってるらしいです。はい、続いてモアさんですね。例えば村さんと達也さんってどういう経緯でチーム組んだか聞いてみたい。あ、どうなんですかね。あ、まあ後で、まあ、話す機会があればちょっと聞いてみましょうかね。まあ長くなりそうなんでね、そういう話は。あ、サガット確かに強そうですね。やっぱスパフォーとか入るならやっぱそういうキャラがいいと思います。俺も個人的には。ブラケンスはマイビー中断でもよかったな。あー、確かに、まあ、そういう変化があってもよかったですね。確かに。さあ、これはさっきもモアさん一回倒しそうな時ありましたが、おお、ここは昇竜で濁す。デュエル前に M さん大阪に来てたから、ああ、その時なのかな、分かんないですけどね。さあ、これはさっき言ってた組み合わせですね。裏ロバ対、K ダッシュ。危ない。おお、うまい。今の吹っ飛ばしはいいところで出しましたね。おっと、ちょっと今のは落としておきたかったが、お、繋がってる。これはあるか。あ、その前から来ました。俺もなんかどういう経緯かはちょっと分かんないんですけど、あ、そうですね、なんか究極対思考だっけなって上がってますね。さあ、これはあるんじゃないか。モアさんが、モアさんがあと一発出せば終わるという。あー、今のは痛い。今のは痛いな。惜しかったな。しかしまだ、まあ、状況的には結構不利ですがまだある。ワンコンボを刺せばもうほぼ殺せる体力。うまい。これはいった。残裂拳から出れば終わる。青押し攻撃。ああ、いい。さあ、モアさんがやはり M ダッシュキラーか。ああ、はいはい、あの時20人ぐらいいたギャラリーが。へえ。さあ、これで150円目ですね。これで M ラッシュが負けてしまうと宣言していた150円を超えてしまう。ナンバのヒルズ、あ、なんか名前は知ってます。確か
50本やって、その時ちょうど25対25だったんじゃなかったっけな。あーですよね、はい、ちょうど5分だったっていう。さあこっから見ものですね、どうなるか。まあさすがにボタン配置はボックスになったと思いますよ。あ、そう、ちょっとすいません、録画の方を一回切りたいと思います。ちょっとコメントがその間